もうさんがかぼちゃを切り抜くよ。どんな顔にしようか今迷ってます。どこかな、あそこちょっとキレっぽいっす、キレっぽいっすとか。良いね良いね、これがどうなるか交互期待。行き始めました。うわズブッといた。うわすげえな。まず頭をあれするの、頭をって何、脳みそ取っちゃうの。本当のかぼちゃ、本当のかぼちゃだよ。綺麗に丸肉、本当だね。初めて脳みそ通り出すの。すげえよ。本当？うわ。動画撮ってる。動画撮ってる。またいるの？やだとか言って。蓋をちゃんと作るのね。飲んだら。どうやって抜こうか。スプーンがね。手で頑張る。でちょっと立って。完全通り道だってあそこ入り口だもんね。めっちゃ間なんですけど。結構これ詰まってんな、このかぼちゃ。本当だ。新しいかぼちゃ。うわ。すごい。脳みそ出たなぁ。ワックスみたいなね。ワックスの匂いがついてる。すごいね。分厚い。いいかぼちゃだね。あ、そうなんだ。なんか実が多いってことね。これ植えたら作れる、栽培できるかな、種。なんかでもまだ未熟そうな種だよね、うん、白いし。このまま実のまま植えないとダメなんだよね。ええそれは違う。すごい量入ってるよ。ダメか。何百個っていう芽が出てくる。すごいじゃん、なんか。そしたらもう来年からあれ買わなくて済む。強そうな感じ。何個も作れるよ、しかも、うん、多分ここでこのくり抜く作業をすごく念入りにツルツルになるまでやっと、うん、簡単が長持ちする。なるほど。で家でやるときは金属のスプーンでゴリゴリ。あるよ、金属のスプーン。本当？あるって。素敵。やった。そういえばなんかあの中にカゴの中に入ってたような気がする。爪を短く切った甲斐があって。素敵。爪を立ててもらう。あ、厚みのだから弱いだろうか。大丈夫だよ。いいよ、安いのだから。どうせアウトドア用に買ったよ。ああ、こんなにくり抜くのね。持ってきたよ。役立ったな。早いな。うん、早いよ。もう何個目作ったの？何年目？何回目だろう？5回目？5年目？分かってる。そんなに5年目？何個だろう？手つきがもう慣れたものさ。うん、頭丸く切り抜くの。なんかずっと前なんか目がちっちゃいの作ったよね。目ってか口とかなんか縦長のさ、なんか丸尾みたいなやつ。あー、なんか作った作ってた。作った作った。そうそう。うん、長持ちさせる必要は、うん、まあな。どうしよう、これ。こうして帰るの？どうしようかな。でも多分ハロウィンまでは持たないから。あ、そうだな。持たないか。
顔に行きます。そうだぜ、写真撮ろう。いいぜ。あら、よっ、うんうん、おー、取れたぜ。レバグリ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 、あ、いい感じで取れた。うわー、すげえ取れた。すげーぜ。すっごい、おー、簡単に切れるもんなの。うん、柔らかい。柔らかいんだね、うん、このかぼちゃは柔らかい。ジャックオランタンだっけ。うん、なんかスイカの皮ぐらいと思ってもらえれば。ああ、あれよりも柔らかいかな。スイカの皮も結構硬いもんね、うん、表面だけで中はそんなに硬い。目がくり抜かれたぞ。本当だ。やったね。まだこれからだよ、ハロウィンは。そうだよ、やれるよ。まだ間に合うよ。かぼちゃをお買い求めいただける。あの、新宿の東口駅前の八百屋は毎年必ずかぼちゃ。ああ。だそうです。今からでも遅くない。そうですよ。十一月とぐらいになるとなんか虫だらけの。それが。え、それでもう終わってんじゃん、ハロウィン。売りの売れ残りってこと？いや、誰かが作ってその。ああ。後ろ。そう、なんかね、顔がぐちゃぐちゃに潰れてくるね。うわー、そうなんだ、怖い。かびてくる。うん。なんかマジックのあれが消えない。ちょっと鼻水みたいな。適当にやりすぎちゃった。さあ、最後口いきます。早いな。早いよ、仕事が早いよ。もうさ、絶対仕掛け講師とかになっとったら、うまくなっとったから。だって模型作りでこういうのさ、ノコでさ、切るんだもん、結構。へぇ、花屋でも毎年。なんでオレンジ色になるの？オレンジ色になる種類なの？そうだよ、ね、うん、この通りすがりに肉を買った後にこれたまたま見つけて、うん、大月さんに買ってもらった。そうなんだ。なので、ね、割り勘になると思うよ。了解。割り勘に含まれています。もうすぐくすって入る。うん、お、抜けたぞ。抜けるぞ。抜けるぞ。抜けるぞ。うえー。うえー。じゃないのよ。かわいいやないの。すげえ早くね。10分ぐらいでできたんじゃない？うん。ちょっとカスだらけだけど、まあ大体。うん、まあ大体。あとはカスを取るぐらい。うん。出来上がり。かわいい。できたね。蓋もしてあげよう。ちょっと上げてくれる？ちょっと待って。